おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということでね、今回は iPhone のスカイヒルっていうねホラーゲームやっていきたいと思います。とてもねやり込み要素のある奥が深いゲームとなっておりますので、楽しんでいただければと思います。ということで早速新しいゲームやっていきましょう。難易度の選択、簡単、ノーマル、難しいということで、ノーマルでね今回はやらせていただきます。スタートの前に、パッシブとアクティブなスキルを選べると。ただ今はね両方持っていませんね。で、新しいスキルをアンロックするために下の階に行くことと、下の階に行けば行くほどね新しいスキルがアンロックできるんでしょう。ということで今は何もないので生き残っていきます。さあやっていきますよ。仕事で数日間この街に来た。短い出張だ。素晴らしいホテルに泊まろうじゃないか。ほう、へえ、生物学防御システム。なんだろうね、そんなんいる？いや、綺麗な夕日。この戦争はもう勝ったようなもんだなと。何も思いつかない。だけど、生物学的防御システムをつけろ。女性と子供たちは早く逃げてください。お部屋から出ないで。おっと、緑の煙、やばそうな匂いしかしないね。電話したけど、ただのホテルサービスだ。何かひどいことが起きている。悲鳴が止まって、お腹を空かせた犬の遠吠え、新鮮な肉が引き裂かれた。うん、お腹が減って外に出たけど、そこはまるで地獄だ。餓死するより他に殺された方がいい。まだ希望はある、ここから脱出しよう。ほう、なるほどね。レシピはあなたの部屋だけで作れると。なるほど。何かね、生物学的な爆発か何かが起きてしまって、それによってね、うん、おそらく主人公はホテルの中に閉じ込められた、または脱出しなければいけない状況になってしまったっていう感じだね。だからこそのスカイヒーロー、やっていきましょう。ね、今この現在この画面で、左側に工具のマークがあります。これ技術はどうやって動作するということで、特別なレシピはあなたの部屋でだけ作れます。特別なレシピについてはこのアイコンがありますと。なるほど、わかりました。で、これが今の僕のリュックですね。で、これがレシピ、ここがおそらく日記か何かで、これがカセットですね。ちょっと待って、これなんだ。ああ、これはステータスか。で、こっちに寝るマークがあります。寝ることでおそらく空腹ポイントを HP に変えられるんですね。ってことで早速下行きますよ。空腹をどうやって動作する？なるほど。他の部屋に入ることで空腹ポイントを使用して、空腹ポイントがなくなったら HP が減ると。了解です。まずは左側行きますよ。空っぽだ。空っぽかい。空っぽだ。空っぽかい。お、なんか手に入れたね。探検。装備しておこうか、探検。ダメージ。2から4.7。え、低くない？ただ、マイナス 33% ってある。なるほど、おそらくねしょぼい探検なんでしょう。さあやっていきますよ。98回0回までいけってことだね。腐った芽キャベツ、腐ってんのか。うわ、びっくりした。敵がいるんですね。さあ戦っていきましょう。なるほど、パーセンテージによってダメージが変わると。期待値でいったら50% が一番高いっすよね、これ。50% で攻めます。意外と敵も強いな。いや、痛いんだが。3.6、残り 3.6。80% で。うわー、やってもた。1.2 か。これ90% で確実に。OK。経験値に手に入れましたね。ただ、空っぽすぎないか？もうちょっと優秀な武器が欲しいな。うわ、しんどみが深い。
ほら、さあ基本的には 50% で戦っていきたい。 OK、 クリティカルヒット残り HP 7.5、 当たらないな。ただめげずに 50%。 うわお、やべ、もう HP 半分切るんだか。残り 2.8 か、どうするべきだ。 80% で OK。 何か手に入れましたね。化学品、そしてエレベーターがある。90から99までは移動できるんですね。ちょっと置いときましょう。うん、何もないね。いや、ちょっと武器かなんか欲しいな。空っぽだ、空っぽだ。こんな空っぽなもん、もうちょいなんかあってもよくない？ちょっと、なるほど。戦うしかないと。めげずに戦いましょう。サクサク戦いましょう。ちょっと待って、当てろ。当たっても 4.5 はしんどいんだか。おいおいおい、待て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 、とどめだ。 OK、 結構しんどいね。お酒、あ、これで、上げれるね。力、スピード、アジリティ、精度。なるほど、回避が来ると。で、スピード、ターンのチャンスが 25%？ 2.5 か。力はクリティカルチャンス増える。精度でしょう。ここは精度ガン上げでいきましょう。OK。なんか手に入れたね。Today のページ見ていこうか。新しい世界はどうなるのだろうか。核兵器のモラトリアムによってグローバルな大災害の一定の危険性がなくなったので、東連盟の成長戦略に対して何も反応できないと。なるほど。世界が弱すぎる場合は対応できないのだね。新しいペストによって地球の3分の2が未開拓状態になって、国連は存在しないような状態だと。で、元欧州連合の悲惨から取り返しがつき、ニューヨーロッパは今からゆっくり立ち直って、ロシアが内戦の危機に瀕していて、政治家は役人根性と核能力を前にレベルに戻す試みを拒否したために、うん、なんて言ってるか分かんないね。泥沼に陥ってる。せめて英語の方が良かった説あるな。大将は世界的な紛争の場合には奥の手があると言いますが、要するに大統領がなんか、まあ奥の手があるって言ってるんですね、アメリカの。まあいいでしょう、やっていきましょう。空っぽだ、空っぽだ。オッケー、キッチンナイフ、キッチンナイフの方が強い説ないこれ。誤差。そして残り HP 40はしんどい。どうしよっか、キッチンナイフでいこう。 OK、 クリティカル、さすがキッチンナイフ。 7.8 か、残り。これでとどめだ。うえー、つらみー、つらみ。残り 18.8 か。えげつやばいけど大丈夫か。コイン、空っぽだ。魚とキノコ、どうしよっか。これの状態、 HP 回復ができるわけでもない。進むしかね。そしてなんかあるね。ヒューズボックスの修理に必要なものがケーブルだと。ケーブルを持っていない。別の方法がある。手元にあるものでパネルを直すと。多分動作するけど、エネルギーも使うし道具も使う。本当にやるべき、要するにランダムってことですね。やりましょう。シャー、直っていく。ただ6もエネルギー使ったね。なんだこれ、なんて読むのこれ。何か手に入れたよ。コーヒー豆。これ満身創痍すぎるんだが。おっと、なんか携帯震えてる。え、これリアルマイフォン、それともゲームの中。あ、ゲームの中っぽいね。ニューメッセージフロム目撃者。彼の言ったこと、我々が89回天国に、我々が89天国に会いましょう。あなたはプライマル純度で生まれ変われています。14.2。わかるわけがないんごね。空っぽだ。おっと、なんか手に入れた。ワイヤーね。ちょっと待って、これ10回も降りれず死ぬ説、そして先制攻撃される説。ここで決めなきゃ死ぬ。オッケー、決めていく。コーラ来た。これはお腹が膨れるはず。7しか膨れない。魚、キノコ、キノコ12も上が回復しますね。おっと、なんか食べちゃった。腐った、なんか食べちゃった。とりあえず上をしのいで。空っぽだ、空っぽだ。お、 B
ビップカードキーと聞くぜ。ビップカードキーがあれば、あの一番上まで行けるんでね。エレベーターで移動ができるんで、一番上の階に。ちょっと先に一番上の階に行ってビップカードキー動かしましょうか。あ、なんだ、行けるやん、これで。オッケー。どうしよう、まずなんか作ろっか。なんか作れるもんある？おっと、パイプ、ダメージ1から8。1から8は弱すぎないか？あ、包帯作ろう。で、あとは？とりあえずパイプ作ろっか。うん。で、パイプこっちに装備して、2.2 から9.2。まあまあまあ。で、包帯巻いて、だいぶお腹減ってるんで、ただ HP もないんで、悩ましいね。こんくらい？ 37 と16ぐらい。昨夜寝られなかった。なんとかリラックスするために考え事をした。イエイ、自分の発見に満足し眠りに落ちた。いや、これ満足か？まあまあでもね、こんなもんでしょ。ってことでね、スカイヘルパート1はこんなところで終わりにしたいと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらね、パート2もぜひぜひご視聴ください。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。